とある温泉街の旅館。岐阜北部のとある温泉街の旅館で働いている友人から聞いた話です。もう10年以上前の事件らしいんですが、観光地に悪い噂が立つと困るので、いまだにその地方の関係者の間ではタブー扱いらしいです。 その温泉街は村全体が高い山間にあって、冬は深い雪に覆われる場所です。その集落からさらに2キロぐらい奥まった場所に、犬や猫連れでも宿泊できるというホテルがあったらしくて、そこでの話なんですが、 ホテルには、勤めて数年になるフロントマンがいました。冬の観光シーズンの時期だったそうです。ホテルも繁盛していたみたいで、その日も靴箱にはいろいろなお客さんの靴がずらりと詰まっていました。朝一で、 靴を玄関にずらりと並べるのが彼の仕事の一つでした。いつものように仕事をしていると、あるパンプスを手に取ったとき、ちょっと気づいたんです。薄いベージュ色のパンプスなんですけど、内側に黒い血みたいなものがついていました。 靴底一面が村のある汚いシミになっていて、冷たく濡れていました。チェックアウトの時間になって、客がどんどんホテルから出ていきます。玄関の靴もどんどん少なくなって、とうとう最後の一つになりました。 それが、あの、汚いパンプスでした。11時過ぎになってようやく、パンプスの持ち主がフロントまで降りてきました。あまり印象に残らない、強いて言えば、目つきの悪い女でした。 地味な安っぽい服を着ていて、片手にはペットのカゴを持っていましたが、毛布がかかっていて、犬の種類までは見えませんでした。足におけがでもされましたかフロントマンは一応尋ねました。 差し出がましいようですが、お客様の履物に、それらしい跡がございましたので、と。女は、靴はペットが汚したんだと答えて、すぐに帰っていきました。一時間ぐらいして、女中から連絡がありました。 あの女が泊まっていた部屋がおかしいと騒いでいました。行ってみると、畳に血の足跡がたくさんついていました。部屋一面に跡が残っていて、鬼が踊り狂った跡みたいな惨状でした。 ユニットバスの排水口には小動物の肉片みたいなものが詰まっていました。連れてきたペットがネズミか何かを捕まえて部屋を汚したのだと思いました。ホテルとしては大損害でした。 翌日、村の住人が不審な黒いゴミ袋を見つけました。国道から100メートル程度外れた雪の積もる林の中で、温泉街の湯を引くボイラーの管理人が林道を通り抜けるときに発見しました。 ゴミ袋には赤ん坊の死体が入っていました。頭蓋骨が粉々になるまで地面に置かれて何度も踏み潰されていました。おそらく炎魂の類です。 そのニュースはすぐに村中に広がりました。あの時女が持っていたカゴの中身はもう空だったのだとフロントマンは気づきました。すぐに警察に連絡して畳の血痕を調べてもらうと、やはり人間の血液でした。 女はすぐに全国で指名手配されることになりましたが、ホテルの記録に残っていた名前や住所は偽物でした。顔を覚えていたのはフロントマンだけでした。そこで似顔絵を作るのに協力しました。 温泉街は風評被害を恐れて、絶対に新聞やテレビでは放送されませんでした。それから半年ほど経って、季節は夏に変わりました。結局、女の行方はつかめずじまいで、捜査は進展しませんでした。 ですが、村は以前の落ち着きを取り戻していました。フロントマンがいつものようにホテルにかかってくる電話に対応しました。明日の予約の確認を取りたいんですが、前回電話した時には、〇〇さんという方に担当していただいたのですが、 〇〇は私でございますが、〇〇さんですねはい、そうです。私の似顔絵を描いたのは、お前かその後、フロントマンはすぐにホテルを辞めて、 都内で再就職したそうです。最後までご視聴いただきありがとうございます。毎週土曜日21時からはお酒を飲みながらの生放送、箱分けの飲んだら乗るなラジオ。 放送中です。ぜひ遊びに来てくださいね。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローもお願いします。それでは、今夜も素敵な悪夢が見られますように。